はい、ついに西山古墳にやってきました。今日は上雰囲気は上がれるかね。なんか上がれそうやけど、どうやろうね。あれすごいことになってんねんけど、無理かな。上はね、木は生えてないんやけど、なんか行けそうで行けそうでないけど、どっちだろうね。行けるかね。いや、行けそうじゃないか。前方後方墳でございますけどね。あー、手前に木がいっぱいでね、こっから入れないかね。ここにもともとね、道がついてたんやけどね、入れないか。どっか探してみようか。これはちょっとね、ひっつき虫がいっぱいやから。ほら、主駅西山古墳、主駅も見えんがね。こちら天理高校でございます。この辺からね、入る道があるはずだけどね、入れないですか。あれ、かすかにあそこ道やけどね。どうや、行かれんかね。行かれんな。ちょっと墳丘登りたいんやけどね。あれ、今年春ぐらい来たはずじゃないけどね、今年春。ほんで、夏に来たらあんなんやったんやね。これ何の木かね、この大きくなるのは。ここら全然登るようなルートは見当たらんぞ。急にほとんど木見当たらへんねんけど、イルクさえあればなんとかならへんのかね。あれ、全然張るとこないね。これが興奮の方なんだけど、どこにもルートない。いやいやいや、これは入りませんね。残念でございましたね。全長が180メートルぐらいあるんやけどね、日本一の前方興奮でございます。前はこれからね、ずっと中入っていったんやけどね、入られへんか。ここも、おお、ここは入ってる人おる。これあかんな、ダメやね。全然ダメです。もう全容もわからへん。残念。おい、そしたらちゃわないから、津川の古墳行ってみようか。滑る滑る。ロープ用意してくれてるね。ありがとうね、こっちで。あら、ここも誰も入ったような感じがしないね。ここも大きいんだけどね、天井がないからね。そしたら石油入ってみましょうかね。ここも大きい石使ってますけどね。石舞台古墳より大きいぐらいの石を、ね、使ってるような感じですよ、これね。これ悲しいかな、天井石がないんですよ。この長さやからね、船道が。船道が広いんですよ、ものすごくね。本当に大きな石使ってくれてて。一応両袖、両袖式になってますけどね。ほら、ねえ。あら、大きな石だ、これ、横。横も一枚、一枚の石でね、上でこう、肉が乗っただけやからね。横をね、正面が2枚、まあ、2個ぐらいでね、石造られたんやろね。高さがあれだけあるから4メートルぐらいあったんやろな。あ、すごい。ほら、すごいございました。これもこれに天井石が乗ったのは言うことないんやけどね。こんなちょっと斜めになってるかな。そうでもないか。やっぱちょっとね、上がね、これがちょっと出てるかな、こっちね。先導の石はこんなんやもん。すごい。あら、これもね、ちゃんと見るとすごいですよ。これいいよね。
上上がれんかね。上からちょっと眺めてみようか。下界を。ああ、これもひっつき虫がいっぱいやな。ほら、またゴミを掘っとる。ゴミ掘ってありますからね。これ上から見えるかね。ということはね、こっからやな。石部署のこっからやからね。それでも相当長いね。この横はね、はい、墓なんだよ、墓に。こっち大阪川。こんなに大きい石を使ってくれてないからね。はい、ありがとうございました。塚原の古墳でございました。今日はこれを見に来たんじゃないんやけどね。今日見に来た西山古墳がね、西山古墳がね、深いゴミ違っても、今日はまさかゴミなんかないと思って来たんでね、普段ゴミ袋持っとんだけど、手で持ってるからしゃあないね。いや、いいね。この眺めも。ゴミ袋持ってきたくない時に限ってゴミがおるんだ、あるねんな。ゴミ袋持ってるのは本当にないんやけど。いや、残念でございましたね。西山君。今年結局見れんか、登れんか。今日2月か1月か知らんけど来たんだけど、その時は綺麗にね、あの木もあったかな、あんま記憶の残ってないけど、残念なことですよ、残念なことに入れませんわ。ということは冬来た時はあれラッキーやったんかね。この辺から上がったんだよ、最初が上がられんな。これは無理でございます。上がって飲んの。いや、上がったやついないね。はい、ありがとうございました。西山古墳見れませんでした。またね、機会があったら寄ってみますわ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。